おはようございます。11月14日今日の朝のコーヒーはですね、コロンビアでございます。で、今日の、気温ですね、気温が 13.6、湿度 57%、室温がですね 21.1、33%、まあ結構乾燥してます。豆温が 22.3 ですね。蒸らしは3分でいくつもりです。で、まあ昨日もまあまとも動いてるので大丈夫だと思いますが、これですね、この先端が一番、下の T3 に当たります。T3、数字が上がりましたね。つまり、一番下が T3 に当たります。で、一番上が、T1 ですね。はい、こんな感じになっております。それではこの状態で、コーヒーを立ててみましょう。今日は代表がおるので、代表に香りを嗅いでいただくことにしましょう。はい、まず穴を掘ります。はい、お湯の用意します。はい、お湯の用意できました。蒸らしですね。落ち始めたら濡れてるとこと乾いてるとこの境界部分にお湯差します。はい、3分ですね。あ、代表。今約30秒です。こう酸味の匂いってこの匂いのこと言ってるのね。はい。今一番上の温度がですね 68.2、 まだ60度近くありますね。香りがね、やっぱバルミューダとは違う。こんなに
強く、まあ、減ってきましたね。50度ぐらいまで下がってくると、うん、でも、うん、うん、ちょっと違うんだよな、香りの質が。うん、もっと甘いのよ。あ、そう、バルミューダ？うん、甘い時は。あ、でこれ単純にこう香りがさ、うん、弱くなってるだけで香りが変わるって感じじゃないのよね、これ。ほう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 、ガラッと変わる感じではないんですよね。変化はしてたから強弱はあるけど、強さの、うんうん、香りが変わってはいないね。これ3分ってここで見る？ここで3分、うん、まだ1分ぐらいあります。だから一番上はもう41度まで。結構早いね。うん、いや違う、この香りじゃない。違うの？違う、あんまり変わってない。これ甘い香りって言わない、私が感じた香りではないよね。ちょっと違う。うん、40度ですか。30度だ。まあ気温が低いからね、うん、はい、3分です。はい、抽出に入ります。この入りたて、ここが泡が出ないんですわ。うん、ガス出す力が強いんじゃないの。1日空いた豆だとそうでもないだよ。豆引くときになくなるんじゃない？うん、ね、入りたての場合は。ピヨピヨ。うん？入りたての方がガスが抜けるんだよ。あ、抜けるの。膨らみはいいね。と、うん、いうことはその時点で出てるんじゃない？出やすいんだよね。うん、のかもしれんね。20杯だと量が多いから分かりやすいかなと思ったんだけど、うん、分からんかったっすか。いや、煮立てじゃないやつでやってあった。うん、分かった。こっちが、次入れますよね、もう一回。うん、
格言まだ見せてなかった。格言カードはどこにある？向こう。向こう？いや、ここ。カップの上。そっちね。うん。はあはあはこの終わってからこう発言カードの説明に入るという。私いいですよ。あ、はい。もういいですね。はい、入れました。また今日もコロンビアです。軽いね、今日。薄いよね。うん。嫌な感じはあんまりないんですけど。うん。軽い。うん、棒もそうも。ブラジルのナチュラルの部分を抜いた感じ。っていうか、エルサルバドルのコーヒーっていうか、そんな感じ。ついでに格言カード、こだわりと妥協の狭間にコーヒーは存在する。ガンガンこだわっていく。だけど、結局こだわりきれずに妥協する。まあそんなもんですよ、コーヒーは。というようなもんですかね。多分こう商売でコーヒーをやってる人はどうしてもこうなっちゃいますよね。ただこだわっていけばいいっちゅうわけにいかないので、やっぱり商売として、やっていくにはやっぱ時間も、限りがありますし、お金も限りありますしっていうことで、まあこだわりと妥協の狭間にコーヒーは存在するっていうのは本当、商売屋さんの場合はこんな感じだと思います。だからマニアの方はこだわりに、こだわりにこだわってもらって、頑張れば絶対に、商売屋さんよりはレベルの高いことがやれるんじゃないかと僕は思っております。マニアに来たいって感じですかね。はい、そして、ブルワンギフト、玉木の方ブルワンギフト、チロルチョコレートもまだありますので、よければ、ご利用いただきたい。チロルチョコレートの作る場合はですね、箱なしということに、してもらうだけで、チロルチョコレートがつきます。よければですね、ブルワンギフト、玉木のホームページから注文いただきたいと、思っております。はい、ということでですね、今日はここまでにしましょう。